は聖書箇所をまたやっていきたいと思いますけど、今日、ちょっと長いんですけど、一緒に、読んでいきたいと思います。この聖書ありますね。聖書があるんですけど、この順番あるんですけど、最初から見ていくと、そう、まあ、一度ちょっとこれの覚え歌みたいなのがあったんですけど、創世記、出エジプト、レビ記、民数記、申命記ってこう続いていくんですね。創出、レビ、民、申命記って続いていくんですけど、その次にこのヨシュア記っていうのがあるんですね。今日見る場所はこのヨシュア記っていうところなんですね。この聖書最初から見ていくと、この創世記、神様が天地を作られて、それからこの創世記には、その中からイエス様の神様のご計画、私たちに救い主を送られるご計画の、その一番最初になるところに、このアブラハムという人が選ばれて、ある一人の人が選ばれて、そこからイエス様のが生まれる、イエス様のその子孫から救い主が生まれるようにされたんですね。それで、アブラハム、イサク、ヤコブというふうに子供が生まれていて、そのヤコブという人が、このイスラエルというこの人なんですね。同じヤコブという人イコールイスラエルという人なんだけど、この人が12人の子供を産んで、それがこのイスラエルという国になっていったんですね。今もイスラエルという国あるんですけど、実際にある国でもちろん今も続いているんですけども、その中でこのイスラエルの国がまた、食べ物がなくなった時に、またその時にエジプトで総理大臣になっていたこのヨセフという人に連れられて、このエジプトに行くんだけども、そこでまた400年過ごしている中で、このエジプト人の奴隷になってしまったんですね。でそれから出されて出てきた時が出エジプトっていうこの出来事、この海が分かれて、モーセがこの人々を連れて、400人を連れて、そして神様がこの約束されたこのカナンの地っていう、今このイスラエルのあるまた今の国のあるところ、その地域なんですけども、そこに向かってこうモーセさんが海をまた分けて、そしてまたさまざまなこの水がないところに水が流れるようにして、そしてマナっていうこの食べ物をくださって、神様がこの奴隷であったイスラエルの人たちを導いて、そしてこのカナンの地に行くっていう、それがこの出エジプトっていう、出エジプトっていう出来事なんですね。でもこの今日の話はこのそのヨシュア記っていうところなんだけども、このモーセさんがこのリーダーだったんですね。それでこのみんなこの200万人ぐらいいる、このすごい多くの一つの国、民族、もう一つの国ですね、200万人、その時の民族といっても、200万人というと、どれぐらいだ、滋賀県の人口140、160万ぐらい、もうすごい、もうそういう一つの民族といってもその国に近いような、そういう人たちが、エジプトから出してて、すごい大勢の人を引き連れて、このモーセっていう指導者のモーセさんによって引き連れて行ったんだけども、でもモーセさんは実はその約束の地まで、のカナンまでたどり着かなかったんですね。神様の御言葉に従わない時がまたあって、それで神様からあなたは約束の地に、体で入ることはないということがあったんだけども、そのモーセさんが死んだ後にこのリーダーとなる人が必要だったんです、いるんですけども、それを受け継いだのがこのヨシュアっていう人だったんですね。今日は皆さんこの2023年、また新しい年になって、またそれからこれから今中学生でこれから高校生になっていく、こういう新しい時期、いろんなこの周りの県この環境がまた大きく変わっていく、そういうまた時期でもあるんですね。これからのこの年1年間は本当にまたいろんなことがこれからまた大きく環境が変わっていく、そういう年なんだけども、今日見ていくこのヨシュアさんももうすごく大きく環境が変わったんですね。それまではこの 何百万というそういうたくさんの人を連れていったこのモーセさんがリーダーで、ヨシュアさんはそれにこうついていくだけの人だったんですね。
でもこのモーセって指導者がリーダーが死んで亡くなって、そして次にあなたがこの人たちを引っ張っていきなさいという立場になったんですね。今まで全部このモーセに任せていたらよかったんだけど、急に全部自分がもうこんなたくさんの人を引き連れてこの旅を続けていくということ、もちろんなんか大変、本当に大変なことを、この自分がたくさん環境が変わって本当にたくさんのことをやらなきゃいけないことが本当にたくさんになってしまって、どうしたらいいんだろう、今こういう状況なんですね。でも環境が変わっても、その時に神様が言われた言葉が今日の箇所のなんですね。一緒に最初に吉脇の一章一節からこの九節まで皆さんで一緒にちょっと読めるかな、見えるかな、一緒に読み上げたいと思います。一緒に読みましょう。吉脇一章一節から3、はい。主のしもべモーセの死後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこの民は皆立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行け。私がモーセに約束した通り、あなた方が足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えている。あなた方の領土はアラノからあのレバノン、そしてあのタイガユーフラテス川まで、ヒッタイト人の全土、日のいる方の大海までとなる。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。続けて、6節3、はい。強くあれ、大きくあれ、あなたは私が父祖たちと与えると誓った地をこの民に受け継がせなければならないからだ。ただ強くあれ、大きくあれ、私のしもべモーセがあなたに命じた立法のすべてを守り行うためである。これを離れて右にも左にもそれてはならない。あなたが行くところどこででもあなたが栄えるためである。この御教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、そのうちに記されていることすべてを守り行うためである。その時あなたは自分がすることで繁栄し、その時あなたは栄えるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたが行くところどこで、ところど、ごめんなさい、あなたが行くところどこででも、あなたの神主があなたと共におられるのだから。アーメン。この箇所なんですね。これはこのモーセ、ヨシュアに対してこの主が語られた言葉なんですね。この、ヌンの子ヨシュアに告げられたなんですね。この見ていくんですけど、この僕らこの時はモーセさんですね。モーセがまたこの本当にたくさんの人を導いていたんだけれども、でもこのイスラエルの人たちはどんな人たちかというと、みんなこうついていきますって、そういう人たちじゃなかったんですね。モーセに対して、あ、なんでこんなところに連れ出してきたんだ、こういうふうに文句言う、みんな私の周りにもこうそういうふうに人もいるかもしれないけども、こう何してもずっと文句を言うような、そんな人たちだったんですね。それで、指導者のモーセにまた文句を言って、食べ物がない、水がないって、これを言って、もうエジプト人たちに追われるぐらいだったらもう奴隷の方が良かったって言ったり、また新しいこのカナンの地に近づいていって、その人たちを見ると、あ、もうあの人たちはもう恐ろしくて、とてもじゃないけどあんなところに行くことはできない、もうエジプトに帰ろう、こんな風に言うような、そういう人たちだったんですね。もうでもそんな神様に従わない、神様が約束してくださったところなんだけども、なかなか人々がそれを、それが神様がくださるということを信じられなかったような人たちだったんだけれども、でもヨシュアっていうこの、モーセの後継ぐヨシュアさんという人は、この神様が約束した土地は神様が与えてくださると、こういうふうに信じる信仰の人だったんですね。それで、神様に、
神様そのような信仰を持つ神様を信頼するこのヨシュアに今日の御言葉を言われたんですね。神様がこれですね、私はこの2節からですね、私のしもべモーセは死んだ、でも今あなたがこのあなたとこの民は皆立ってこのヨルダン川を渡って、私がイスラエルの頃に与えようとしている地に行け。私がモーセに約束した通り、あなた方が足の裏踏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えられていると、こういうふうに言われるんですね。この誠の神様である主がどういうふうにこのヨシュアにこの祝福の約束をしたのかというと、このそれはもうただヨシュアがこう横になって寝ていたら私が全部やってあげますよって、こんな神様じゃなかったんですね。ただ言われたのは、あなたのやるべきことを一つ一つ一歩一歩歩んでいく、このあなたが足の裏で踏む場所場所、一歩一歩として歩いて、あなたが足の裏で踏んでいく場所が、あなたのあなたにもう与えているところであるんだよと、こういうふうに言われるんですね。この私たちがやるべきこと、またその学生であったらまたこの勉強したり、まあ、その中にあるんだけども、でもそれがこう何か自分のためにやっていく、多くの人たちはこのもちろん自分のために、やっていくんだけども、でもイエス様を信じて歩んでいく人は、それが神様のまた私たちを通してなされる神様の計画であるということ、このことを覚えて、私たちがこの神様の計画、これを一つ一つまた成していくとき、やっていくときに、また私たちにそれが与えられている、こういう約束を私たちに与えてくださっているんですね。それで言われるんですね、このあなたの前に立ちはだかる者はいない、私はあなたと共にいる、私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない、この主が共におられる、こういうことを言っているんですね。この実はこのイエス様が、イエス様の名前はこのインマヌエルというふうに呼ばれるんで、イエス・キリストのイエス様の名前はインマヌエルというふうに言われるんですけど、これの意味がこの主が共におられるという、こういう意味なんですね。それで、このまたヨシュアを通して、またイエス様が私たちと共におられるということ、主が共におられるということ、このことをまた聖書を通して、全体を通して、また私たちと共におられる方、あの神様はそのような方であるということ、私はあなたを見放さず、あなたを決して見捨てないという、このような方であるということを知ることができるんですね。それでまたさまざまなこの私たちがこの環境の変化、この周りが変わったり、これからどうなっていくんだろう、こう思うような立場が変わったりするときに、主が言われるんですね。こう強くあれ、大きくあれ、この私のしもべモーセがあなたに命じた全てを守り行うため、また右にも左にもそれてはならない、あなたが行くところどこでもあなたが栄えるためである、こういうふうに言われるんですね。このもちろん何かこう肉体的に筋トレをして強くありなさい、そういうこととか、またこの男らしくありなさい、これはちょっとモーセに、ヨシュアに言っている言葉ですからあれだけども、そういうことじゃなくて、主が共におられるから、この方に信頼して、この右にも左にもそれることなく、この主に向かって前に進みなさい、こういう意味なんですね。それでこの私はこの御教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、この指導者、このたくさんの人をまとめるために、指導者とこのヨシュアにとって一番大切なことが何だったのかというと、ヨシュアがもういろんな周りの人の状況を一生懸命調べて、この人々の訴えを聞くとか、このいろいろこれからの計画を立てていくとか、このやるべきことたくさんあるんだけども、でも何よりこの大切なことは、この主の言葉を大切にしなさい、こういうことだったんですね。一章の8節のところですね。この御教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、この聖書の言葉、どういうふうにするかというと、時々見て眺めなさいってこういうふうに言ったわけじゃないんですね。私たち時々見てこの聖書の御言葉を眺めて、
とこういうふうに思ったりすることあるんだけども、そうじゃなくて、イエスの主が言われるのは、主の言葉をそれを絶えず口から離さず、この昼も夜もそれを口ずさみなさい、口でまた告白して、また思い巡らして主の言葉をと共にいつも歩むようにしなさい、こういうことを言われるんですね。そうするとまたそんなしていく中でやって、あなたがこの主の祝福の中にまた歩むためであるということを言われるんですね。この、もうモーセがいなくなったこのヨシュア、本当にこの不安の中にあったけれど も主が恐れることがない、私の言葉に従って歩むならまた右に行ったり左に行ったりする必要はないんです、まずはまっすぐまっすぐこの主に向かって、どこに行く、もちろん実際の右左じゃなくてどこに行くにしても、主の言葉とともに歩むならば私がそれを導いてくださるということ、これ言われるんですね。この今1月になって、またこの多くの人たちはこの自分の考えをこう一番にするんですね。一番この自分の考え、この例えばこの世の、たくさんこの病気がみんな神社に行って何をこう願うかっていうと、多くの日本人が神社に行って願うのはこの何かこう病気がありませんようにとか、また商売が繁盛しますように、いろんなまた健康が守られますように、家族がまた守られますように、もちろんそれも一つ一つはまたそういうふうに人間の中にはそういうふうに願う心があるんだけれども、でもそれはこの中に一番の中心になっているのはまたこの自分やこの人間が一番この中心となっている考えなんですね。そしてまたこの世のまた繁栄、この世での祝福、これをまた願うことがまた一番になるんだけれども、でもイエス様を信じる人たちは何かこの世のもの、この自分の考えを一番とするのではなくて、神様の御心、主の御心が私たちをまたこの世と思うので終わる、もちろんこの私たち生きていく中で歩んでいくんだけども、この80年100年っていうのはすごくまた短い一生であるんですね。このあっという間に私たちはまたいつの間にかまたこの今はこれは中学生ですけど、また高校生、あるいは大学生、あるいは結婚をしたり、あるいはこの就職をしたり、あるいは転職をしたり、子育てをしていったり、そしてまた私たちのまたそれがまた置いていくと、また子供がいたり、あるいは孫がまたできたりするかもしれません。でもそのうちになってまたどんだけ長く生きたとしても、また私たちはまた老いていき、また病気になって死んでいくものであるんですね。このことは主がまた定められたことであって、この世のものは全てまた死んでいくものであるんですけれども、でも主にあって生きるものは永遠の命を受けて、主と共にこの私たちがまたイエス様が蘇られたように、私たちがまた蘇るように、そのことを主が私たちに約束してくださっていることなんであるんですね。今日このヨシュア記の箇所を見たんですけど、言われたことは一つは主が共におられるということ、そしてまた主の御言葉、これが必ず約束によってなされるということ、この主が約束してくださったことは必ずこれがなされていくということなんですね。イエス様がこの十字架につけられて、また死んで、そして蘇られて復活されるときに、復活してまた天に昇られるときに言われた一番最後の言葉が、このマタイの28章の20節っていう言葉なんですね。一緒にこれここ読み上げましょうか。3、はい、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これイエス様が私たちに天に昇られる前に言われた最後の言葉なんですけども、主の御言葉、これが聖書の御言葉を、また全てのことを守るように教えなさいということを言われることと、そしてまた私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、このことを言われたことであるんですね。今日また見た箇所はヨシュア記であるんですけども、
ヨシュアの箇所で言っていることもまた同じことであるんですね。主が共におられるということ、また私たちが主の命じられた主の御言葉をいつも心に覚えて主の前に歩みなさいということを言われたんですね。その中で歩んでいくうちに、私たちはこの地においてまた一番主がこの私たちの歩んでいく中で一番良きものを私たちにまた祝福してくださって添えてくださって、もちろんそれが自分たちの何か得になるから自分の損になるからそういう考えではなくて、主のご計画、主の御言葉が私たちを通してなされていく、その中で私たちはまた豊かな恵みを受け取って、また豊かに喜びを出すとともに歩んでいくということ、このことをぜひ覚えて歩んでいただきたく願うんですね。短くメッセージを込めて短くお祈りします。目を通して凝らせていただきたく思います。恵み深い天使の神様、2023年のまたなりまして、そして今このユースたち、中学生たちが、ハコトネシアニサちゃんが今また中学3年生高校になろうとしている中であります。私たちの周りの環境はこれから大きく変わっていきます。これからまた不安なこともあるし、また期待もたくさんあります。そのようなまたさまざまな友人関係あるいは人間関係、またいろいろと私進路のことを考えることたくさんありますけれども、私たちがこのヨシュア、今日見た箇所、ヨシュアが本当に自分の環境がガラッと変わってしまった人々をこの導くものと変えられ変わった時に、まず主が語ってくださった言葉が、あなたが私と共にいる、この恐れるな、本当に強かれ惜しかれと主が語ってくださいました。そしてまた主の御言葉をいつも口ずさみ、主はあなたの共に歩むものであるように、このことをヨシュアに与えてくださいました。その中にあって、またその歩みのすべてが右にも左にもそれることなく、まっすぐしまた主の主と共に祝福された栄える道をあなたが用意してくださっていることを覚え感謝します。私たちにも主に、ヨシュアに語られた言葉はまた私たちに語ってくださっている約束の御言葉でもあります。私たちがイエスの父よによって贖われ、あなたと共にこの天と地において歩む時まで、またこの地上において、主はあなたの恵みのうちに、あなたの御言葉と口ずさみ、またあなたと共に歩んでいくこの一人一人になりますように、その中であなたの恵み、あなたが一番良きものを豊かに注いでくださって、主よ、あなたと共に歩んでいくこの恵みのまた人生になりますように覚え祝福してください。この時を主に感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。